ウィリアム・ H ・ホイット・フィールドは、アメリカの商船船長及び後のマサチューセッツ州州議会議員である。マサチューセッツ州フェアヘイブンに生まれ、1841年に漁船のナンパで遭難していた14歳の中浜、万次郎を救出し、彼が1847年に帰国するまで育ての親となったことで主に知られている。マサチューセッツ州フェアヘイブン出身。 母のシビル・ホイット・フィールドは未婚女性で母方のソフ・パーネルに育てられた。おじのジョージと同様、捕鯨船船長への道を歩み、1819年、15歳の時におじが船長を務めるマーサ号の船員となり、やがてパシフィック号の操舵手、ミズーリ号の二等航海士、ウィリアム・トンプソン号の一等航海士を務めた。1835年、コネチカットのルース・シーという、 アイルランド人女性と結婚。その後ニューアーク号の船長として太平洋に向け執行するも、公開中の1837年5月、ルースが死去したことを知らされた。妻の死に打ちのめされ、1838年にフェアヘイブンに寄港するまでは1年間も引きこもり状態となった。1839年、マサチューセッツ州ブリッジウォーターのアルベルティーナ・キースと婚約した。 ほどなく捕鯨船、ジョン・ホーランド号の船長として、日本近海に向けて、航海を再開し、1841年6月27日、無人島の鳥島で難破して遭難していた5人の日本人漁師と遭遇した。その中には14歳だった、ジョン・マンジローがいた。ホイット・フィールドは彼らを乗船させ、マンジローは給仕として働き、基礎的な英語を急速に身につけた。 1841年10月、クジラ漁の季節が終わると、ジョン・ホーランド号は、ホノルルに向けて航海した。彼らのうち4人は、現地で職を見つけたが、万次郎は、ホイットフィールドの元に残り、フェアヘブンまで航海を続けさせてほしいと願った。ホイットフィールドもまたこの少年に惹かれ始めていて、養子のごとく、思うようになっていた。1843年5月、 ジョン・ホーランド号はフェアヘイブンに寄港した。万次郎はアメリカでの最初の夜をチェリーストリートのホイットフィールドの家で彼の家族と共に過ごした。それから間もなくホイットフィールドはニューヨーク州スキーピオにあるおじ、ジョージの家に行き、1843年5月31日、そこでアルベルティーナと結婚した。その間、彼は万次郎を 友人のエベン・エイキンの家に下宿させ、地元の教師ジェーン・アレンに行って、周期から学校教育を受けるための準備として、万次郎の家庭教師をしてもらった。ホイット・フィールドとアルベルティーナが結婚した後、万次郎ははめは、フェア・ヘイブンのチェリー・ストリートの家で、後にスコンチカットネックにあるホイット・フィールド家の農場で、家族の一員として、彼らと共に生活した。 1844年、ホイットフィールドは、ウィリアムエリザ号の船長として、航海を再開したが、その最中の1846年、スコンチカットネックの農場で2歳の息子、ウィリアム・ヘンリーが亡くなった。ホイットフィールドとアルベルティーナの間には、他にマーセラス・ポスト、シビル・マーサ、アルベルティーナ・プラットの3人の子供がいた。ホイットフィールドは引退するまで、グラディエーター号。 ヒベルニア5号、また自身の持ち船である日本マストの小船などで船長として何度か航海をした。晩年は地元の政治家として活躍し、1871年から1873年まではフェアヘイブンのセレクトマン、1872年から1873年まではマサチューセッツ収集議会の議員を務めた。1886年2月14日、 チェリーストリート11の自宅で死去。去年81、アルベルティーナも4年後に後を追った。遺体はフェアヘイブンのリバーサイド共同墓地に4人の子供及び前妻のルースと共に埋葬されている。晩年の中浜万次郎中浜万次郎は日本に帰国するため1847年にフェアヘイブンを去ったが、同地でホイットフィールド家や地元の人々から受けた恩を。 忘れることはなかった。日本では彼の英語能力やアメリカで受けた教育により、幕府時期んの旗元に取り立てられた。1860年にフェアヘイブンを離れてからの生活を物語るために、ホイットフィールドに当てて書いた長文の手紙は、以下のような言葉から始まっている。誇るべきともへこうして、一筆形状する機会を得ることができ、本当に嬉しく存じます。 私の方は何も変わりありません。そちらはご息災でしょうか。いつかまたお目にかかることができれば、なんと幸せなことでしょう。アメリア夫人にも何卒よろしくお伝えください。また皆様にお目にかかりたく存じます。船長殿、ご子息たちに捕鯨の仕事をさせてはいけません。彼らは日本にお送りください。お望みであれば、私が面倒を見させていただきます。 その時はぜひお知らせください。私がそのための準備を整えます。1870年、万次郎は、夫婦戦争視察団の一員として、軍事技術を学ぶためヨーロッパに派遣された。その期路アメリカに立ち寄り、ワシントンで表敬を受けた後、ホイットフィールドやその家族と共に過ごした、あの、スコンチカットネックの農場に汽車で向かった。万次郎の死から20年後、 彼の長男は父がフェアヘイブンの人々から受けた援助と教育への感謝の印として14世紀に作られた日本刀を寄贈した。この刀は1918年7月4日にホイットフィールドの墓所で喧嘩式が行われた後、中米日本大使から贈呈された。当時のマサチューセッツ州副知事カルビンクーリッチが述べた歓迎の祝辞は以下のように結ばれている。 この件は、かつては、地位や、身分や、先制的階級の象徴だったが、ホイットフィールド船長が、真の人道主義を示し、日本の少年が、真の義務感を示したことにより、今や、新しい意義を帯びている。1987年、後に、日本国の天皇となる皇太子秋人が、フェアヘイブンのホイットフィールドの墓所に参拝した。現在でも、 日本人観光客が墓地を訪れ捧げ物をしている。1987年12月には、フェアヘイブンの施設団が万次郎の出身地である、高知県戸佐清水市を訪れ姉妹都市に調印し、ホイットフィールド万次郎友愛会の設立へとつながった。2007年、ホイットフィールドの屋敷が老朽化修理に出された。これを聞いた、日本の友愛会の会員らは、 フェアヘイブンへの贈り物として、屋敷を購入し修復するための募金を集めた。この屋敷は、ジョンマンジローのフェアヘイブンでの生活を紹介する博物館として、2009年5月7日に開館した。開館式には日本からの募金の寄付者100人と、ニューヨークとボストンの日本総領事、また、ホイットフィールド家と中浜家の5世と6世の子孫らが出席した。ありがとうございます。